はい、こんにちは。今日は助動詞2の中級編の解説やっていきたいと思います。まだ2に関して知識が足りないよとか初めからやりたいよという人は初級編の方に飛んでいただければいいかなと思います。さあ、ということで2は意味が2つありましたね。どんな意味かっていうと、完了と脅威と。でこれどっち使えばいいんですかっていう質問は初級編では答えていなかったので、今日はそちらの解説からいきたいと思います。さあ、ということでどちらがメインかっていうと、やっぱり完了の助動詞が圧倒的ですよね。つまり少数派である脅威のパターンをしっかりと覚えてほしい。まあ、入試にどっちが出やすいですかって言ったら、やっぱり意表をついて脅威って出てくる場合が多いので、まあ、ここをしっかり暗記しておくことは点数アップに直結するんじゃないかなと思います。さあ、見てみましょう。脅威のパターンはまず定義から言っておくと、下に水溶系の助動詞がくっつくときです。でここで問題なのが、水溶系の助動詞ってどのくらい言えますか。で、いやまだ勉強してないよとか、水溶の助動詞なんて考えている暇は多分試験本番にはないはずなんだよね。いや、ってことは何しちゃえばいいかって、よく出てくるやつ暗記でいいんじゃないですか。ってことで覚えちゃいましょう。なむてむつべしぬべし、なむてむつべしぬべし。おそらくこの4つのパターンが脅威で出題される全体の中で9割超えてるって言っても言い過ぎじゃないと思いますよ。めちゃめちゃよく出てきます。で、一応解説しておくんだったら、下にくっついている無が水量の助動詞で、下にくっついているべしが水量の助動詞です。よって上のなてつぬ、この4語は全て脅威と答えてくれれば正解が取れるっていうこと。まあ、だから、教室で授業するときも、ナムテムツベシヌベシ、ナムテムツベシヌベシ、ナムテムツベシヌベシ、はい、何のパターンだってって聞かれたら、脅威ですっていうふうに生徒が答えれば、こんな循環が生まれるとしっかりと正解取れるよねって話です。で、まあ、おまけとしてつけておいたのは、もちろん水量の助動詞は他にもあるわけだから、例えばこのラシ、厳密に言うと水系の助動詞ってやつですが、まあ、ひっくるめて水溶系でいいですよね。で、そんな時にもラシがついているから上のツーヌーは脅威になりますよ。で、これたまに質問が来るんですが、参考書教科書によってはもちろんこの水溶系の助動詞がつく以外のパターン、例えば鍵括弧の末尾であったり、脅威という言い方を離れて確述の助動詞なんていう言い方で教えている先生もいらっしゃるかもしれません。で、出るか出ないかって言ったら、まあ、ありえます、ありえます。ただほとんどのパターンはこのナムテムツベシヌベシに当てはまるので、暗記するならまずここからでいいんじゃないですか。で、よっぽど鍵括弧の中で完了で訳したら不自然だよと、ちょっと意味強めてるんじゃないの、びっくりマークぐらいじゃないって思った時に初めて脅威かもしれない、確実かもしれないみたいなね、あくまでその強調の範囲の中のレベル感っていうのをしっかりと読み取ってあげて回答してあげるっていうところがポイントだと思います。まあ、でも私としてはやっぱりここを覚えるところを一番最初に始めてねっていうのがお願いです。次いきます。今度はこちら、通ヌの命令形の訳し方。これ結構困るじゃないですか。例えば、ここにも書いてしまってるけれども、海に入ったという完了している出来事を、はい、命令形に直してくださいって言われたら、海に入ったを命令形、海に入れたみたいな、だから訳しきれないんですよね。そこで通ヌの命令形は何々手しまえと訳しましょうねっていう決まりがあるんですよ。これ知らないと現代語訳の問題に困ってしまうし、仮にこの海に入りねという例文を海に入れとだけ書いているとやっぱり三角つきますよね。いや、っていうのはそしたら海に入れでいいじゃんって言われてしまうと、もうこれ具の根も出なくなってしまう。わかりますよね。まあ、なので海に入りねが出てきたら、このねが命令形なわけだから、しっかりと海に入ってしまえっていう言い方
まあ、これで書けることが望ましいです。ぜひ現代語訳で覚えておいてほしい知識だよね。いいですか。はい、次行きましょう。最後はこれ、まあ、ぶっちゃけおまけです。入試問題もほとんど出題はされませんが、よーくよーく見てみるとそんな使い分けがあるよねっていう話で、つとぬの違い、まあ、全く同じとして解説しきっちゃっても構わないんだけれども、一応ね、人為的、意思的な動作に対して使うのがつです。そして逆に自然的、無意識的、例えば日が暮れたとかはね、あくまでお日様が落ちていったことを言うだけですから、人為的でも意識的でもないわけだよね。そういう時には日が暮れぬみたいな感じでぬを使ってあげるよと。まあ、ただここは厳密に使い分けられてない時もありますから、そんなに気にせず豆知識程度でいいんじゃないかなと思います。さあ次は問題編ですね、お楽しみください。以上です。